グスタフ・シェーン・レーバーはドイツの画家である風景画を描きカールスルーへの美術学校で教えたバーベンビュルテンベルク州のビーティッヒハイム・ビッシングゲンで生まれたシュトットガルトの工科大学で工学を学んでいたがいとこが絵の才能に気づいてミュンヘンの風景画家のアドルフ・ハインリヒリアーの画塾で学ぶことを勧めた1870年から1873年まで リアーに学んだ後、ドイツの各地やフランス、イタリア、オランダの風景を描いた。1880年から亡くなる1917年まで、カールスルーへの美術学校で教えた。シェーン・レイバーが教えた学生には、フリードリヒ・カール・モルゲン、ビルヘルム・ハーゼマン、パウル・ミューラー・ケンプ・フラがいる。1895年にシェーン・レイバーと、フリッツ・フォン・ウーレ、マックス・リーバーマンが、 1> 第1回のベネツィア・ビエンナーレにドイツを代表する画家として出展した。チョコレート会社のオーナーで多くの複製美術品を宣伝に使ったルートビヒ、シュトルベルクの依頼で潜在カードのデザインもいった。1911年にプールルメリット勲章を受勲し、1912年にビュルテンベルク王、ビルヘルム2世からオーダー・オブ・ザ・クラウンを受勲した。ありがとうございます。